同時系チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。一ノ瀬グレン役の小野健人です。早乙女陽一役の橋本真一です。チャンネル始まりました。始まりましたね。始まりました。はい、ちょっと短い時間ですが、はい、はい、あの役どころとか見どころみたいなのってありますか？役どころは早乙女陽一というちょっと弱々しく見えるような役なんですけど、こうね、あのポスターのとこね、こうやって、こうやってね、あの、あれめっちゃ撮るの大変やったよ。あ、これで多分20〜30回ぐらいほんまにジャンプしたあれ。すげえ大変。NG めっちゃ出しました。それ置いといて、あの、里見陽一は、ま、主人公のゆうくんにとっても初めての友達であり、あの僕にとってもこう、ゆうくんはこう理想像であり、あの、家族でありという、けど、あのまあゆうちゃんは自分のお姉ちゃんを吸血鬼に殺されてまして、それをまあ目の前にして助けに行けなかった自分に後悔してたりとか、だからこそもう大切な人を失いたくないという思いでこうずっと強く思ってる、こう実は真の強いという役ですね。はい、で見どころで言うと、役の見どころで言うと、僕も原作で大好きなシーンなんですけど、まあ、機銃装備適正試験あるねがありまして、うん、あるね、クローニシリーズというところに挑むんですが、はい、そこでちょっと唯一陽一だけあの、まあ、鬼に負けるというか、うん、自分に負けるというか鬼に負けるというか取り憑かれてしまうんですね。でそこでちょっと人格が変わり、うん、動きも変わり、でも最後はみんなの、まあ、グレンの、ね、言葉をきっかけにして自分に勝つ、鬼に勝って戻ってくるっていう、その一連のそのシーンが僕は原作でも大好きなんですけど、はい、そのシーンが実はいやね、あのシーンね、新一がめっちゃ楽しそうにやってるの分かるし、はい、なんかイラッとするんだよね。鬼が鬼の与一がなんか見てるとイラッとするの。まだちょっとしかやってないけどね。だから楽しい、うん、楽しい、俺も見てて楽しい。ちょっとイライラさせようかな。そうそうそう、なんか鬼っぽいなと思って。あ、ほんま、うん、よかった。ちょっと稽古を積んで頑張っていこうと思いますので楽しみにしてください。グレンは、はい、僕は、一ノ瀬グレンという役は、まあ、中佐という立場で割とあの上の方でみんなをこう見てるという、うん、あの役どころなんですけど、あのまあでもそんな、なんていうんだろう、上から目線でなグレンなんですけど、お子様な、なんていうんだろう、お子ちゃまか、うん、な部分でこういう一郎と張り合ったりとか、そういう、可愛らしいお茶目な部分もあってですね。で、そうですね。あのまあ、グレンもいろいろ過去にいろいろあったりとかして、うん、ものすごい傷を負ってたりとかもするんですけど、まあ僕は劇の組のね、もうこう、まあみんなをこう死のあたりとかこう率いて上の方の立場にいるので。今回に関してはトップですもんね。そう、人間側の、そうなんですよ、人間側のトップなんで、まあ、ヴァンパイアたちをボコボコにしようと思っております。いや、かっこいいですよ、グレンは。ね、俺もね、めっちゃ好きになっちゃってさ、本当になんか、かっこいい、結構、何でもセリフ言えるかなって思っちゃうもん、今見すぎて。ね、その、でもその、かっこいい時のグレンとその唯一とバカやってる感じのグレンとそのギャップが、うん、そうだね、いいよね、いいよね、すごくいい。まあそういうのもね、舞台上で表現するので、うん、ぜひ楽しみにしていてください。はい、稽古の様子まだ序盤なのでね。そうなんだよね、そんな大きな事件は起きてないですが、アトムが面白いぐらい。あ、アトムがちょっとそのまあまあ、序盤ということもあって、うん、このまあ、ダンスとかアクションでちょっと不器用さが少し出てるね。そうだね、少し出てて、それの対応の仕方が可愛すぎて、可愛いね、可愛い、あと人の良さがね、にじみ出てる、にじみ出てる。で、あの昨日も歌の練習をしてて、うん、あの歌稽古があって、はい、でもう歌にも必死に真面目に取り組んでるから、うん、芝居は君月のちょっと悪っぽい感じ、はいはいはい、なのに歌い出すと急に真面目なのになる。真面目な性格のいい子が出ちゃうんだよ。にじみ出ちゃうと。いや、面白いですね。面白いですね。まあ、これから、まあ、聖二郎さんもいるので、まあ、盾がどんどんついてきて聖二郎さんに、まあ、引っ張っててもらうような形になるかもしれないんですけど、まあ、聖二郎さんと僕は戦えるので。そうですね。
あのすごい楽しみというか、まあなんて言うんだろう、ある意味怖いっちゃ怖いんだけど、うん、でもそんなね清二郎さん戦える機会もなかなかないので、そうですね、本当素晴らしいアクションと盾を、うん、めちゃめちゃ綺麗だから本当にうまい、早く見たいです、見たい、稽古場でも早く見たい、そうですね、まあそんな感じですね、そんな感じ、多分今後あの事件が起きていくんじゃないか、そしたらまたその都度その都度なんかいろんな情報機能を使って、そうですね、提供します、はい、こんなことが起きましたと、はい、はい、あとまあとりあえずアトムが可愛いですと、はい、ということですかね、そういう今のところ、はい、ぜひ皆さん、はい、終わりのセラフを楽しみにしていてください、はい、というわけで、終わりのセラフザミュージカル2月4日から11日まで、渋谷アイア 2.5 シアター東京にて、上演します。皆さんぜひ来てください。ぜひ来てください。じゃあねー。じゃあねー。最後甘噛みした。